両方に似ているため、ドイツ真実運動の印として採用された。積極的キリスト教は、ナチスドイツで行われた運動の一つで、キリスト教の教義と人種純潔の概念を混合した。英語のポジティブズには、正義の、正当のという意もあることから、ま宗派キリスト教と呼ぶこともある。1920年の党大会で、 国家社会主義ドイツ労働者等の公式宣言の一つに採用され、キリスト教や攻撃的な反ユダヤ主義や共通の人種、民族を背景とした自発的組織の起源であるとして幅広く表明された。また25カ条項量に記載された。積極的キリスト教とは1920年のナチス党大会においてキリスト教の同じ心情を持つ宗派で、 ユダヤの精神に積極的に反対し、共通の人種的、民族的な背景を持つ人々による自発的な社会の原理を起源とするとした。アドルフ・ヒトラーはたびたびキリスト教への像を口にしており、その詳細は第二次世界大戦中に行われた側近との会話をマルティン・ボルマンが記録させたヒトラーのテーブルトークで見ることができる。 その中で、ヒトラーは神への熱い信仰、イエスへの賛辞を語る一方で、イエスの死後にその教義を、ユダヤ人が改ざんした、キリスト教とボリシェビズムを同一視し、カール・マルクスをモレでかいに例え、カトリック教会を憎応している。これらの主張はすべて積極的キリスト教の根幹となっている。積極的キリスト教の信仰者は、伝統的なキリスト教信仰を、 張り付けや復活などの食材の重圧を受けたイエス・キリストの人生の行動の側面よりも受動性を強調していると批判した。彼らはこれを活動的な説教師、組織者、当時支配的であったユダヤ教に反対する戦闘者としてのキリストの積極的な強調に置き換えることを求めた。ナツスの統治時代にはいろいろな箇所で伝統的なキリスト教をこの 積極的なキリスト教に置き換える試みが行われた。進学的及び競技場の相違には、以下がある。ABC、NSDOP party program February 24,1920、ポイント24、We demand freedom of religion for all religions, denominations, with in the state so long as they do not endanger, its existence or oppose the moral senses of the, ジャーマニックレース、ザパーティーアズサッチアドボカッツザスタンドポイントオブ、エーポジティブクリスチャニティウィズアウトバインディングイットセルフ、コンフェッショナリーツーエニーワンデノミネーション、イットコンバッツザジューイッシュ、マテリアリスティックスピリットウィズインアンドアラウンドアス、アンドイズコンビンスドザット、エーラスティング、リカバリーオブアワーネーションキャンオンリーサクシードフロム、ウィズインオンザフレームワーク、ザ、 Good of the State Before the Good of the Individual クォーテッドインロバート・マイケルフィリップ・ローゼンディクショナリー・オブ・アンティセマティズムフロム・ザ・アリエスト・タイムズ・ツー・ザ・プレゼント・ラノムスケア・クロー・プレス三百321こうした見解には人種主義者であるヒューストン・オースティン・チェンバレンやマディソン・グラントなどの先駆があるスタイグメンゴール・チャプターに。 ありがとうございます。